としてるのは新十津川駅の駅も多分もうこれで最後でしょうね。訪れるのは。あとはね、新十津川から滝川までどれぐらい近いのかっていうことをですね、お見せしておこうかなと思います。一応これ滝川駅は直進になってますね。中央6っていうのが、この辺あたりが、まあ、新十津川のですね、中心市街地ということになります。そして、滝川はこの275号の橋をですね、ずーっと進めば、滝川の市街地に着きます。結構ね、信号には引っかかる感じですかね。そしたらですね、先に進んでいきましょう。取締エリア外。新十津川から滝川に行くという橋を、2本渡ります。まず1本目がですね、新十津川橋。これは、先ほども通った橋です。橋を越えてもですね、まだ滝川ではなく、これはまだ新十津川の市街地が続いています。そして、セイコーマートがありますね。セイコーマートは23時までということになっています。同自動車道の案内も。インターチェンジということで、滝川市に近い場所ですね。で、これ左に曲がると、275号で、滝川市はここを直進します。そしてここでですね、石狩川橋、石狩川をここで越えるわけです。石狩川を越える橋なんで、長さもかなり長いですね。最近は工事の看板も外国語が併記されてるんだな。舗装し直してるんですね、今ね。先に進んでいくことにします。川を越えると、めでたく滝川市ということになります。滝川駅はこの先直進です。はい、じゃあ青信号になったので、滝川市の町の方にですね、進んでいきましょう。右折をすれば滝川駅ということになります。これアンダーパス函館本線の下を
ってます。川の中心市街地ですけど、ここはとりあえず右に曲がってで、正面の建物が駅ではなくて中央バスターミナルと。あとはね、ちょっとあれですね、飲み物を飲みたいんで、駅に止めることができたら止めていきます。はい、で滝川に着きました。この距離です。この距離で夕は30分に1本くらい駅に出ることができるわけです。かたや新十津川は1日1本ですからね。天文エリア外。はい、そしたらここをとりあえず右折していきます。目の前になんかアグリーなビルありますけれども、ほとんど廃ビルになってますね。立派なビルなんですけど、いや、建物の中であれだけ植物が生い茂ってるってすごいなと思いますね。造花かなと思ったんですけど、建物の中で植物が生い茂ってる。はい、そしたら先に進んでいきましょう。しましたが、一般車用駐車場はどこだろう。秋川駅を前に来たら雪がすごい積もってた気がするんですよね。一般車駐車場は、30分以内に書いてあります。まあ、30分も変わらないです。ちょんべんしに行くだけなんで。はい、そしたらですね、入れて車を止めて駅の方向かっていきます。